こんにちは、皆さん。今日は毎日チョコレートを食べるとどうなる？というテーマでお話ししていきます。実は、チョコレートは単なるお菓子ではなく、私たちの体に様々な健康効果をもたらしてくれる食材なんです。特にダークチョコレートには驚くべきメリットがたくさん。今回は、その中でも知っておくべき健康効果をいくつかご紹介します。まず、チョコレートには抗酸化物質がたっぷり含まれています。特にカカオが多く含まれるダークチョコレートには、ポリフェノールやフラボノイドといった成分が豊富です。これらの成分は、体内の酸化ストレスを抑える働きがあり、細胞の老化を防ぐ効果が期待されています。つまり、毎日適量のチョコレートを摂ることで、アンチエイジング効果が得られるかもしれません。チョコレートを適量摂取することで、心臓の健康にも良い影響を与えることが知られています。フラボノイドには、血管をリラックスさせ、血流を改善する効果があります。これによって、血圧のコントロールがしやすくなり、心臓病や高血圧のリスクを減らすことができると言われています。特にダークチョコレートはその効果が強いので、心臓を守るために毎日少量摂るのは良い習慣と言えそうです。次に、チョコレートが脳に与える影響についても見逃せません。カカオに含まれる成分は、脳の血流を増やし、集中力や記憶力を高める働きがあります。また、ストレスを軽減する効果もあり、気分をリラックスさせてくれます。実際、勉強や仕事の合間にチョコレートを食べることで、パフォーマンスが向上したという研究結果もあるほどです。女性にとって嬉しいニュースとして、チョコレートが美肌にも効果があることが挙げられます。カカオに含まれるポリフェノールには、紫外線によるダメージを軽減する働きがあり、肌の老化を防ぐ効果が期待されています。また、血行を良くすることで肌のターンオーバーを促進し、くすみやシミを防ぐ効果も。外側からのケアだけでなく、内側からも美肌をサポートしてくれるのがチョコレートの魅力です。最後に、チョコレートを食べることで気分がリフレッシュする効果もあります。これは、チョコレートに含まれるセロトニンという物質が関係しています。セロトニンは幸せホルモンとも呼ばれ、気持ちを落ち着かせ、リラックスさせる働きがあります。ストレスの多い日々の中で少しだけチョコレートを食べることが、気分転換やストレス解消に役立つのです。ただし、健康効果を得るためには、食べ過ぎに注意が必要です。適量を守ることで、メリットを最大限に享受できるので、1日に20から30グラム程度のダークチョコレートを目安にするのが理想的です。また、ミルクチョコレートや砂糖が多く含まれたチョコレートよりも、カカオ含有量の高いダークチョコレートを選ぶことで、より健康効果を高めることができます。チョコレートには意外なほど多くの健康効果があることが分かりましたね。もちろん、食べ過ぎには注意が必要ですが、毎日の生活に少しずつ取り入れることで、心も体も元気になれます。ぜひ、今日からチョコレートの健康効果を活用してみてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が少しでも役に立ったと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。コメント欄であなたのチョコレートの楽しみ方もぜひ教えてください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。